お疲れ様です。今日はですね、玄関今日おすすめ今日5つね紹介していこうと思います。というわけで、早速ね行きましょう。1つ目こちらね、アチャホグです。はい、公開店のアチャホグで文句型ですね。で、文句の枠は、まあ、チャンピオンない人とか、まあ、レベルとかもないよって方は、まあ、ナイトで、はい、十分です。ナイトで十分、まあ、バルキリーでもいいんですけど、ナイトでいい。ナイトは、HP がね、高くなったので、めちゃんこ強いです。はい。まあ、チャンピオンあると、まあ、さらに強いよっていう話なので、持ってない方はナイトでね、全然替えが効くので、まあ、ナイトアチョークね、ぜひ、試してみてください。で、5つ紹介する、ちょっと3つが、結構2点ですよ。だから2点でちょっとまとめてね、紹介しようと思います。で、2つ目が、こちらね、アチャゴブのロイジェです。はい。さっきは、アチャゴブ、モンク、ホグ。もう、ここがね、共通なんですけど、次はロイジェですね。まあ、これも同様、文句持ってなかったら、ロイジェといえばね、ゴーストだったり、ダックプリでも代わりは効くので、まあ、そこにしてたらいいかなっていう。まあ、アーチャーマジ強いですね。アチャゴブ。ノーマルの中ではダントツ優秀なんで、この2枚はね、ちょっと今の環境使いどっかなっていう感じですね。さあ、というわけで、3つ目がマイティドリルですね。こちらも同様、アチャゴブです。アチャゴブ時代なんでね。そして、ま、大砲もね、身を潜めてますけど、加砲されていいぐらい強いんでね。はい。使い得です。さあ、というわけで、一つ目、二つ目、三つ目、どれもまあ、アチャゴブですね。結局ね。まあ、一旦触っていこうと思います。で、四つ目と五つ目は、まあ、ちょっと、せっかくなら系統変えようっていうので、ちょっと別のをね、紹介しようと思います。で、まあ、アチャゴブ入れとけば、これ、他にも、迫撃とか、なんかいろいろあって、これもう、どれも強いです。久々に。てか、前シーズン前々シーズンぐらいがね、だいぶ大型に寄ってた環境だったので、久々にこうなんか、メインが高回転、流行ってんなっていう時代になりましたね。またこっから変わんのかもしんないですけど、まあ、アチャゴブが優秀なんで。さあ、しくった。キング起動したかったんですけど、普通に倒してしもうた。反射で。さあ、これメガナイトオールレカだな。俺の大好きな。いや、ゴブリンが優秀。反射して、ダメージ稼ぐ。さあ、ボムで守ってこう。さあ、メガナイトに文句。ビガーにはね、まあ、ゴブリン系。で、6秒でチャッチキング起動してしまえば、だいぶ良さそう。あとは、これ、ホグ、チャッチャ飛ばすのも大事で、なぜなら、まあ、ロケット投手いるから別にいいんだけど、キング起動しやすくなるんですね。まあ、これでできるんで、うん、いいか。本当はね、序盤に、メガナイトを相手に出さして、なんかその後キング起動、メガナイトでキング起動するみたいなのがあるんですけど、ロケット押しでキング起動できるんで、まあまあええか。さあ、まあ、ロケ砲もダメージ重ねられると嫌ですけど、クエイクウッドでもしばけるし、マジで強すぎてやばい。アチャゴブアチャゴブ便利すぎるなこれ。さあ、しかもアチャ攻撃速度速いんで、これでもねタワー殴ります一発。もう俺の言うのはこのコウモリ。さあ、でも固まってしっかり溶かして、よいしょ、カウンター。メガナイトが周りはしない。いやー、強すぎるな。ボムもあるっすからね、一応これ範囲で。さあ、このメガナイトのジャンプね、無能になっちゃうやつ。さあ、ボムが残ってるんで突破されない。クエイクウッドですよ。強すぎ。メガナイトでこれ勝てる気しないっすよね。アーチャーゴブリン
まあ、ウッドや鍋だったら両方行かれるみたいな感じっすよね、相手の呪文が。そう、てかあーちゃんガチ強すぎてな、強すぎて、うん、なんかアチャクイみたいな、あからさまにおアチャクイダメージ入れすぎやみたいな状況はないんですけど、陰で仕事しすぎっすよね。さあペッコとかですかね。まあこれもゴブリンで受けれるし、最悪アーチャーでも陸撃できるんでね。さあファイブってペッカ工場っぽいけど、さあ神技でしたね。さあこれも最悪アーチャーで陸撃ができる、これが優秀なんですよね。ソレユニットなのに陸撃ができるっていう、他にあるかな。まあ、ハンターとかもか、一応ゴーストとかいうのの陸撃もできて空も攻撃できるみたいな。マスケとか陸撃にはちょっとなんないじゃないですか。でもまあ数少ないね。壊れ、そうだから文句もでもやっぱちょっと強いんで、クロスはねいるっちゃいるけどね、文句ゲーになってる。さあ行ってもいいが、結局行ったらダメだ、リババで処されちゃう。これ反射の角度で相手のタワーに、あー行かない。さあ強い、これ突破されない、ウッドいらないっすね正直。ザップ使ってくれたら美味しいぐらいで、でリババ使ったんでここのロイは行きたいね。あー行きたいんですけど、これちょっと美味しいぞ。相手だってエリボを使って、相手の方がゴースト使ってると思うんですよ。なので今のゴーストはちょっと苦しい。でさあ5使ってあげて、空から一方的にしばいてあげて、いやーこれだけでちょっと熱い。しかも卵これよみがえれるぞ、子供、え子供フェニックス何やってんの。あーせっかくならキングギドするか、逆ですね。もう1個逆、逆サイドのさらにもう1個逆。一応ウッドもあるし、いやーザッピーゴブリン強すぎ、ね、てか文句が、文句めっちゃ頑張ってるよ。あ暇だし攻めとく、マイリバがウッドで走ってダメージ稼いで、ファイボ圏内にはなってく。強すぎんか、アーチャーゴブリン。ペッカ工場とかからしたらガチで嫌だね。ね、ファイボでやってもアーチャーちょっと損するし、ゴブリンで陸撃もされちゃうしみたいなとこでさ、アーチャーゴブガチ強いです今季。まあしかもノーマルなのもねありがたいっすよね。やっぱレベルないぜの希望ですから、ナイトアーチャーゴブリンね、ずっとそこは変わんないっすね。まあゴブリンは弱かったけど、ナイトアーチャーはね、ほんと4、5年ぐらいずっとこの無課金の星ですから。あーゴルナイ兄ちゃん、さあゴルナイアーチャーなんだろうね、エリジェイかも、もしかして。まあこれエリジェイでやられたとしてももう一回出せる。キング起動できないな。あああーちゃんに言ってくれたら、いやーさあ美味しい。キング起動できてしまえばこっちのもうマッチもできる、できねえ、なんかいそうなんだ。さあ、怖いね。キョスケドリル、ロケ包囲、まあ大砲最強なんで置いて、うん、キ
援軍起動してると、ああ2発か、痛いね。ロケオだけっすね。ドリルはアーチャーでもゴブリンでもどっちも拾えるんで、ロケオだけ打ってもいいが、打つ必要もなさげか。さあロケオゴルナイドリル来たら早打つか。でも相手なんか多いよ、後ろから出すカードが。あ、それだけガチでやばい。あ、でもさあちまちま、いやドリルこれでダメージ入るのは強すぎるんだよ、強すぎるんだよなっていうカードしかいない。で、アーチャーなんで、やなめなんで、これあれっす。そうっす。硬いやつでいけない。わかる、起き上がっちゃう。さあ、入ってく。これもちょっと怪しくなってきたな。あ、これ前に出したいんですけど、ゴロンライン来ちゃうんですよね。もうちょっと前に打っちゃう。さあ左の強すけは良くて危ないね、怖いね。やっぱ矢波さえはねしっかりされてます。そう今季だから矢波も強いんですよ。そうアーチャーとかロケも強いんですけど、その分リスクがねやっぱありますね、矢波が流行ってる。さあというわけでね、まあ3つは同じようなアチャゴブですよと。さあ続いて4つ目ね、全然系統を変えて紹介します。こちらゴブジェイスパーキー、はい久々ですめちゃくちゃ久しぶりですよ。しかもロケホーガゴ型レイジザップっていう、なんかレイジヒースピとかザップヒースピの方もあるんですけど、このレイジザップっていうのが強くて、この2枚編成どっちかでいいんじゃないってなるんですけど、2枚あると相手の後ろのそれこそロケット砲士とかプリンセスとかも処理できるんですよ。レイジからのザップみたいな感じでね、ザップザップ打てるんで、これがね意外と良くて、意外と良くてしか言えないんですけど、まあ、あとは1個前のバランス調整でラッキーで強化されたガゴ、はい、火力上がってんでね、ゴブジャイの後ろにつけるだけで強い。ゴブジャイも今回なんか火力上がったラッキーで、たまたまなんかラッキーで火力上がったっていうのがちょっと強いんでね、だいぶピンチ。お、いやでもやめてやめて、やりすぎ、遅延スケラス、ね、これ意外と相手きついんです。墓石しかない、あ墓石に当たらない、ヘナチョコレイジした。いやでもさあゴブジャイの背中の槍の殴る速度が速くなってて、速くなってて強い。さあどうせ自陣でアーチャー処理しないといけないので、ここでザップ打ったら処理しなくていい。ガゴはスケラ用に取っとくか。あ、遅延スケラじゃねえな。なんかアチャスケラっすか。アチャフェニスケラ。スパーキーね、スケラにあんまりよろしくないんですけど、まあ、ガゴいるしな。ガゴいるしな。さあね、もうここ最近で強化されまくったカードしかない。ゴブジェイ、レイジ、ガゴ、ロケホー。得してるか。あ、やばい。恥ずかしい、うっ、やばい。あ、でも走れば熱そう、まあ、走る前に一旦守りをね、で走る。え、やばい、ちょっと待って、痛い、スケキン危ないっす。何くっつえな、ちょっと、あさっきからこんなんバーだあーこれゴブジェイの背中でスケラ受けるのも強くなったね。あー痛い。さあ一旦耐えからね、ちょっと高めに行こう。
フェニックスがやっぱあんま自陣に入れたくない。いやトルネだったもん。さあ初登場ミニペッカー。あやばい、まさかの鳥が。あれちょっと流れが危ない。よしよし、いやこれは耐えれるはず。レイジまで使って、あーめっちゃいいそれ。いやーワンチャン掴むしかない、行くしかない、行くっけない。ゴールナイドリーム、よし、はい、いいね、掴まれ。あぶね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 、ちょっとなんか俺がヘタッピでした。いやでも夢つかめるんだよ。よしよし。で文句相手が持ってたらスパーキーダメやんってなるんですけど、あの相手が文句持ってたらスパーキー出さなきゃいいんですよ。もうゴブジャイゴルナイミニペカゴレイジ、なんならたまにロケホンもつけてみたいな。スパーキーを出さなくてもこのゴブジャイレイジは戦えるんで、そうやって戦うと結構勝率も上がるかなと。ちょっとスパーキーめちゃ強い勝手に思ってるんで、どうだろう、かましてるか。だって半年ぐらいか1年ぐらいでゴブジャイガゴレイジが強化されてるんですよ。まあこのデッキだとロケホームかってことは、昔のスパーキーの4倍強くなってるんですよ。言ったら4倍。どんな計算、2倍。はい、だからこれでやらめ、お痛いけど陸がなければあるんだよね。さあやっぱやなめはね、おいシンタルフグもファイボタルじゃなくてやたるね、なんだけど、まあこれはねロケ砲は多分そういった意味で入ってますね。ロケ砲加護なのはどっちかがやなめでやられても、まあどっちか生きてくれるよねのロケット奉仕だと思うので、テンプレだとやっぱエレキとかね、ザッピーとかそういったカードになってくる。ヒースピとかね、やばい反応が。でもこれ相手の方ちょっと回転遅いんじゃない？え？あれ？なんか多くね？スライム使うが結構ダメージ入りそうじゃない？ここでいいし、よし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 、めっちゃいい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 。さあ2個使うだけで、ね、多分1000ぐらい稼げたんじゃないのか。ミニペの方が良かった。ミニペ普段使わなさすぎて、あーあーあああ、入りすぎ入りすぎ。ゴルナイにゴルナイバッグ使ってるから、ゴルナイに託したら痛すぎ。ミニペだったらほぼ守れてましたね。あー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 あああああ呪文圏内入っちゃった。さあゴブジャイの背中でホバリングを処理しやすくなりましたからね。なんなんもうね、行ってから考えるよ。行ってから考えるよ。レイジとかまで打ったらさ、あーレイジとかまで打てば溶かせるんですね。さあロケ砲はねガゴに穴埋め使ってくれたらねずっと残るんでね。であとはミニペイザップですね。まあスパーキー出してもいいか。はい、最後の夢途絶えたり。さあレイジプラスのザップまであるんだよ。オーケー、気持ちいいね。久々に使ったスパーキーほんまに。さあラスト5つ目がこちらメガナイトボールブレイカー、矢の雨ザップ型ですね。はい、まあ、メガナイトボールブレイカーはもう無限にね、ここまた着衣がマスケだとかプリンスがミニペだとか、もうインユードなのかゴブリンなのかみたいなのが、まあ、無限に言い方あるんですけど、コウモリなのかガゴンなのか、
まあ、正直好みなんでその辺は何でもいいんですけど、まあ、今回注目すべきはヤナメザップですね。はい、ツースペ採用ですね。まあ、たまにこんな感じであるんですけども、まあ、それこそね、さっきも紹介しましたけどアーチャーめっちゃ強いんで、あ、これ下げなくて、下げなくてもいい。アーチャーだったりロケット方針に対しての対策としてのヤナアメですね。これマジメガナイトプラスコウモリとか、まあ、メガナイトユーヌとか組んでメガナイトプリンス組んでヤナアメ打つだけでいいんで、だいぶ使いやすいと思います。そういったところはリガーがないんですよ、その代わりに。そう、珍しくね、メガナイトルーレーカーでリガーないのみたいな。結構特殊ではあるんですけども、まあ、ヤナアメでも相手のユニット溶かせちゃうんで、もうメガナイト U のメガナイトの攻めがね通るっていう感じですね。実際にさあポイウッドでやられるんで、あんま後ろから出したくはないですね。アチャクイ、これ相手プリンスのきついぞ。いやー、このコウモリに対してリガー余るとより熱かったんですけど、さあテスラマイティ君、まあ、ザップ打ったところでだけど暇なんでいいか、今なんで言うの追加でギガ、はい、さあ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 前、あれなんかちょっと疑惑の、これコウモリつけたら相手きついんじゃない、きついきついきついきつすぎる。さあ刺さってく、ギガなくてもねこんな感じでコウモリしっかりね生かしてあげると。諦めたか。さあヤナアメ、ヤナアメ使ってヤナアメ使ってないんですけども、まあじゃあロケモンとかね、あとラバとか当たった時にも強いし、ヤナアメザップっていうのはザッピー、マザネク、マジアチャ、そういったユニットもね処理できるんで、結構組み合わせとしても便利です。というわけで以上5つね、皆さんぜひ参考にやってみてください。よければちゃんと動画もお願いします。ではお疲れ様でした。